こんにちは。全景 AI フォーラムです。こんばんは。全景 AI フォーラムです。今日の日付さっき言ったっけ ?12 月の今日23日。明日はクリスマスイブ。2020年もあっという間に年のせいで押し迫ってきましたが、全景 AI フォーラムは今日が、えー、2020年の最終回。今年1年をあのまとめ締めくくりの AI フォーラムやっていきたいなと思います。 はい、44分。15分で何かを喋るパートは終わるかなと思うんで、時間潰して。今日ね、僕の、今日のメインはっていうか、いつもの、いつも、メインは古川さんです。えー、っと、のつもりです。で、僕は一応ね、ここに、前回数理クイズ出したんですが、えー、っとですね、で、 オンラインの、オンラインの AI フォーラムのサイトにですね、スリクイズスレッドを切ってたんですが、あの、回答とかないんですね。し、あと今日も僕、回答編やろうかなと思ったんですが、ちょっと、出題したときに回答作っとけっていう話ですが、いろいろ準備が間に合わなくてですね、あの、 まあでも、多分ね、古川さんが答えをいくつか出してくれるんで、それをネタにしゃべればいいかなっていうんで、これも、もう今日はね、僕の方は振り返ると。忘年会のり、あそうだ、そうだ、一つ、隠し玉がありますので、AI ネタでそ、それは、それは楽しみにしてください。 あ,れあのね、あの、オンラインフォーラム見てる人は知って,知ってる話です。で、はい、えー、何か喋るに行きますね。何か喋りに行きますね。えっ、ー、と、今、ライブで見てる人のカウントは3とかになってて、ますが、一応、あのー、アーカイブになって、アーカイブを見てる人に喋りかけますね。未来のオーディエンスの人に。 なんか眠たくなってるな。疲れてるな。はい。画面が、こっちに来たかな。ええー、と、ね。そう、あの、疲れた疲れた言ってますが、結局ですね、これなんですよ。自分でやっといて、自分で疲れてるんで、あんましょうがないんですけども、ええー、これね、ちょっと、あの、いろいろ周りを振り回しすぎだっていう話もあって、僕は反省しなきゃいけないところあるんですが、 えー、でもまあね、今日の今の前座のネタとしてあの使わせてもらうっていうのあのネタの利用にまず競争と思いますが、何だと、技術書店10、ね、そもそもの発端はって振り返りますが、8月なんですね、8月末のフォーラム、あの今年2020年の振り返りって後ほど一応ねあのネタとしてやりますが、 8月、月末、月末、月末ってやってますが、8月末にですね、あのひょんなことから、技術書店、本を書くぞっていう話になってですね、あのー、前回のいわゆる技術書店9っていうのにですね、あの突然参加したんですね。で その時すごい、あの、懲りたはずなんですけどもっていうことのドタバタをですね、一応ですね、本当にドタバタだったんですが、じゃあ今回はドタバタじゃないのかっていうと、今回もドタバタになりそうで、あのいろいろよくないんですけども、えっ、ー、と、記録に残して僕はですね、時間を作ってですね、聞いたってところにですね、記事を投稿しました。<ん>えー、マイクは入ってるみたいです。 はい。あの、ね。<laughs> はい。えっ、ー、と、で、まあ、大変だったんだけども、きちんと物は出せたし、すごく満足で、次もやりたいねって言っていて、で、次に応募したんですが、えー、ですね、ここにありますように、今週末スタートのイベントになっていて、で、まあ、 僕もね、あのー、前に書いたやつだけっていう諦め,諦めっていうかな、あんまり高望みしなければそれで楽に過ごせ、年末年、ね、始過ごせたんですけども、やっぱりなんか欲深き人間でですね、新刊を書こうって言い出して、時間余裕があるのに結局ギリギリになってみたいなことが、ここんとこなんですね。はいあのー、来年年1月6日までで、あのー、越しで 本を売りますので、あの、良ければ、ちょっと覗いて気に入ったら、あの、買っていただければと思いますが、えっ、ー、とですね、僕がっていうよりは、あのね、みんなで渡れば怖くないってことですね。全、えー、景 AI フォーラムっていうサークルでみんな行こうよっていう感じで、前回9はですね、ここの2冊ですね。 黄色い本と緑の本を出したんですけどもで、えーと、緑の本は古川さんで、これはフリーで電子版売ってて、僕の方は値段つけて、えー、電子版と紙の本出したんですけども、えーねで、僕はこの赤いやつを今回新たに書こうって言って、ヒーヒー言ってるわけなんですけども、今回は、えー、と黄色いやつは僕はそのまま。 継続販売っていう形にしますが、えー、と古川さんのやつは、こっち右側にひ、表紙のスクショだけですけども、まだこれ正式版じゃないですけども、改訂版が出ますあの。引き続きフリーで公開するそうなので、あのね、ゼロから始める AI っていう、全景 AI フォーラムの看板あのシリーズですけどねあの、ぜひお手に取って見ていただければと思いますし、全 AI フォーラムの看板シリーズですけどお手に取って見ていただければと思います。 いや技術書店9の成功を受けてですね、AI フォーラム参加メンバー、誰か一緒に次書こうよって声をあの上げてですねあの、誘ってですね、無理やりなのかどうか分かんないですけど、もう一冊、今回はあの出ます、出る予定です。あのなんかねあの、素敵な本がここ、デザイン素敵ですよね、あの出ます。これもあのまだ 最終構成今から多分やられるあんまり言わない方がいいのかなよくわかんないですけども。はい。楽しみに僕はしてますし、僕も頑張んなきゃいけない。頑張んなきゃいけない。こ,こ真ん中のやつですけども。えーですね。そう。なんでっていう、あの、ね、まあ51分だな。まだ大丈夫ですね。えーと、あ、ちなみにですね、あの、アイルカーさんですね。 タイムスケジュールこんな感じで考えてます。ので、7時ぐらいに、あの、パスする予定です。はい、よろしくお願いします。で、えー、ね、それまであと8分ぐらいありますが、8月に、8月末に書くぞって言い出して、えー、なんか書けるネタを探したときに僕の頭の中にですね、3つネタが上がってっていうのが全ての、 間違いなんですが <laughs> そのうち一番あの一般受けしそうなやつをまず書いて出してでまあ楽しかったのでし結構僕的にも良かったと充実してたっていうのもあってですね分かったと残り二つっていうのはあのどっちをどっちみたいなちょっとねマニアックさがより高まるっていうか一般受けのベクトルからちょっと 違う方まあ同人誌ですからねあのそこはあんまり気にしすぎると同人誌っぽくなくなるんでっていうのも言い訳としてあるんですが、えー、考えた末にですねこっちの厳密な計算の方の今まとめてるところですでねえっ、ー、とでもう一個三部作でもう一個予定トラブってんのかな愛さんはあのまあいいですけどもあのっていうか何かあったら 何でコメントしたら僕に届くんだ <laughs> 今、あれですね。えー、っと、Teams とか見た方がいいんですかね僕。はい。すいません。はい。あ、カメラ、ごめんなさい。カメラって今映ってますかね私。ないんだよね。なんか、はい。 なんかあれ僕の方の設定がなんかあれ、トラブってるちょっと見てみるね。すいません。うん。あの、はい。えっ、ー、と、どこに設定があるんで、一回じゃあ,あ、いや、待ってよ。一回、オッケー、共有を止めてみましょう。そうすると、こうなって、ああ、ああ、あと、モアで、 アスクトゥースタートビデオをやってみるかあの、たぶ同じだよね。なんか、なんか、なんか僕の方の、なんかありますかこれ僕の方の設定だもんな。うん。あ、映った。えー、はい。こんばんは。えっ、ー、と、大丈夫なのかな 大丈夫なのかなそっちのマシンで、ね、設定の話だったんですかね僕の方は安心していいのかなこのまま。はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、共有を、に戻って、僕は、あの、前座の話の、ね、途中だったんで、前座の話に戻りましょう。オーディエンスいないですけどね。あの、ゆるいと <laughs>、やりますけど。 えー、どこまで行ったっけそうそう。僕が今なんでこんなに疲れてるかって話をしてるんですね。はい。あの、はい。で、えー、っとね、1冊目のキャッチコピーはですね、耳コピー、絶対音感。これ、これキーワードね。引っ掛けね。絶対音感っていうのは結構、あの、 加減あの一言言いたくなる人たくさんいるんでこれ入れたらいいなと思って入れてんですけども興味ある人を楽しめると思いますっていう音楽なのでその方が広いんですけども今回のやつはですねまだあの一応あのサイトには仮登録って本文ができてないので中身だけなのあのタイトルとかそういうことだけなんですけどもキャッチコピーはもう書いてて数字好きに送る数字がいっぱい出てくる本っていうのは どれぐらい刺さる人がいるのかよくわかんないですけどもねえ普通のコンピューターで計算するときの int とかねあとフロートとかダブルとかっていうのしか計算普通の人はしないと思うんですけどもそんなこと言ったらねあのここ僕ツイートしましたけどもここにでスクショうれしそうにまたこう持ってきましたけどもこれねこれ100っていうところに書いてあるこれ あのね、あの分数、<laughs> こ,こ真ん中にこう線あるのこれ分数で、これ下に短い数字が分母でな、上の長い数字がこれ整数なんだけども、これ分子ね、これ全体で分数なんですけども、これの桁数がですね分子の方がですね多分ね、100ぐらいいってるんですね。100桁の数字を計算しろって言われたら、普通困るだろうと。 みんななかなか計算しあの、経験したことないでしょうと。その辺の面白さでガッとこう興味ある人が広がらないかなというこじつけでですね、僕が昔してた仕事の話を紹介しようっていう話をしてたんですね。まだまとまってません。あの、100ページぐらいだけど、文章がまだ書けてないので、ちょっとね、あの、焦ってますけども。 はい。っていうことで、しかし、期間の方は、あの、滞りなく、予定通り、イベント開始時から、多分、あの、ご覧になれると思いますし、あの、その他の、あの、本も、なんか、みんな、几帳面っていうかね、あの、あとあ、そうそうそう、これも宣伝しとかないといけないですね。全 a I フォーラムから、とは別のところから、なんか、素敵な本が出るらしいです。 あの皆さんあ、いつ出るかはちょっとあのまだは見てらしいっていう情報があったんですけどもあの、楽しみにしててください。っていうのが前座です。あのね、前座です。で、今日のスケジュールはこういう感じになってます。で、ほぼ今7時になってますが、えー、と待機ができたようなので、えー、とまずシェアを解除して、 えー、はい、こんばんはです。えっ、ー、と、これ、シェアを誰でもできるようにっていうふうに、can share s i m u l t a n e じゃなくて、えっ、ー、と、all participant はできるようにしたらいいんですね。はい。はい、戻ってきました。こんばんはです。えー、はい、えー、っと。 どんなえマイクミュートになってます。大丈夫かなまだあれ。今日の、今日の、今、今、ちょっと前振りで、あのー、話をし,し,したものの、後ろの壁とかは、それを見ろっていうことなんですよね、違いますけど、ね。<笑><笑>えっとね。 あのまあ、今日の話のメインに仕込まれてるんだったらあんまり前振りしててもあ,のあ,のあれなんであ,のあれなんですけどもあの大体7時なんですけどもなんか、あのー、前座に対するコメントとかあれば。いいよねこの数字の並びがいいよねっていうのに対してあの この数字の素人はどこ見ていいよねって思っていいのか三角形なのが素敵だっていうことなんでしょうかいやいや、うん、あのそれでいいの僕あの僕あの本文のにも書いてる話なんだけどあの <laughs> あれなんだよねあのノスタルジー系の,あのもうでおっさんになってるからもうなんかいろいろ厳しいんだけど昔からこうなんだけどあの古いもの好きなんだよねであの昔はねあのこそう あの前回技術書店って言って自分たち参加したけども、購読者としてあのイベントでいろんな出てる本とか見てたけども、その中で僕が買った本の中の一つにあったのは、計算弱ね。計算弱知らないでしょ。ね。あのね、機械、機械っていうか物差しで計算する機械なんですよ。 <laughs> 分かんんないと思うんだけど計算弱でググったら出てくるんですけどもあのね物理的にね長い物差しが2つ挟まってるみたいな感じでスライダーでふにょふにょって動いてあの物理的にね物差しを測るように対数を計算するログとかをねそろばんっていうのは玉でこうやって数字を表すでしょえっ、ー、とあれも一種の計算道具なんだけど計算弱っていうのは 物差しと物差しのこういうふうな、あ、のぎす知らないか知るわけない。それがわかります。あ、のぎすにさ、メモリがさ、あのー、切ってあるけども、下に、えっ、ー、と、10のところを9で切ってあるっていう状況知ってる知らないかあのね、小数点以下っていうか、メモリの10分の1まで読み取れるんですよ。そういう技術があるのね。古き良き。 コンピュータータ以前の人類の英知の塊なんですよ、物差し。で、計算尺っていうのは、それの高度なやつなんだけども、あれね、あの素敵だなと思ったり、あと、そう、でねあの、数字の話なんだけども、対数表って昔ね、エンジニアは持ってたんですよ。対数表って何かって、ちっ,っちゃい冊子であの、公式集みたいなもんだけども、数字がダーッと羅列していて、 昔はヒューレット・パッカードの電卓とかないからログ10の何とかが欲しいって言ったら対数表引っ張ってきてめくって10点いくつの欄をこうやって調べて数字が何点何何何 OK っつってノートに書き写してとか多分やってたんですよ。でうちにも対数表ってうち,うちの父親の本棚にあった記憶があって数字だけの本ね。 で数字だから、あの、そういうめで方も僕はありだと思って、今回はああいう数字がいっぱいある本を紙の本にしたいなと思って、あれを書いたので、あの、三角形みたいに桁がどんどん増えてるのがかっこいいとかっていうのは正しい見方なんですよ。<laughs> <laughs> いや、あの、うん、そういう、だからあれを全部、 あのね、それに意味があるとかっていうようなノリっていうよりはあれをめでるっていうためにわざわざ乗っけてるイメージなんですけどねっていう話はまあいいですけど。